mad. I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back.どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、北海道札幌市にありますスープカリー屋さん、マジックスパイス札幌本店さんにやってまいりました。こちらですね、まあ、その名の通り、美味しい美味しいスープカレーが楽しめるということで今回やっていくんですけども、こちらにですね、なんと1日限定5食の、激辛スープカレーが楽しめるということで今回これに挑戦していきたいかなと思います。はい、で一応ね、まあ、昔からねちょっと僕のチャンネルを、はい、見てくださっている方に関してはね、実はですね、僕ここマジックスパイス東京の、ね、下北沢店にもね何回か行っておりまして、せっかくね札幌来るもんですから本店行かずにはいられないということで今回やってきました。札幌店限定で北海道というね、札幌一番人気でチキンと、北海道産のねお野菜がたっぷり入ったこちらのね北海道札幌店限定のメニューに辛さアクエリアスということでこちらの方、挑戦していきたいかなと思います。ちょっとねこの店内もねすごいこう異次元というか個性的な店内でね、このなんかいろんなこうショップとかグッズとかも販売されてて異空間でございます。はい、失礼します。はい、うわすごい。いただきます。さあ北海道のアクエリアスお手並み拝見ですよということで、さあそれではね、スープからいきましょう。いただきます。まさに頭がぶっ飛ぶぐらいの辛さですね。スパイスがこんにゃくも入ってるし、人参、アスパラ、かぼちゃ、玉ねぎやら、もう確認しきれないぐらい野菜がいっぱい入ってます。これは嬉しい。これしかもこの野菜全部この北海道産の新鮮な野菜を使用してるんでね、はい、ピリついた口の中をこの卵で癒してみましょう。キノコも入ってます。あ、食べたところからね、体中から汗が、回りましたけども、デトックス。口の中がビリビリ刺激されます。チキンが大ぶり。いただきます。チキンは骨からとろけ落ちるほど柔らかいです。あ、じゃがいもも入ってるね。
鶏ガラのスープみたいな、あのスープが少なくなってきたらこの鶏ガラのスープをこう足すとやるより美味しいということで、ちょっとこれ足していきましょうか。うん、出汁が効いててうまいわ。マジックスパイス札幌店、こちら2019年、食べログ100名店に選ばれてます。これ100名店に選べるだけあって美味しいわ。ほんとマジでこれ汗マジでガンガンかくから、スープカレー食べて熱中症起こさないように気をつけましょう。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。マジックスパイス札幌本店さんの北海道アキレス辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル8です。おめでとうございます。8です。いやー本当にね、この宇宙空間に召されるような、本当にね頭がぶっ飛ぶような、刺激と辛み、そしてさまざまな香辛料、はい、パンチが効いてて、非常に、食べ応えなりでした。野菜もね、もう十数種類、もう数えきれないぐらいね、まだあるのか、まだあるのか、ここにもこんな野菜いっぱいあるのかと、北海道で育ったね新鮮な野菜、これがたくさんあって非常に健康的、体にもいいですね。はい、そしてチキン、骨からほどけ落ちるほど、柔らかくて非常に美味しかったです。さまざまなスパイス使ってますんでね、まあ、こちらのマジックスパイス、まあ、異色同源をねコンセプトにやってたりもするので、これからね寒い冬になっていきますけれども、薬だけに頼らず栄養満点の野菜、こういうスパイスをね使ったメニューを、このねマジックスパイスのこのカレーを食べて、健康的な体作りをしましょうということで、今回の動画で一応ね北海道遠征シリーズ最後ということで、またね東京に帰りたいかなと思います。いやー長かったね、1週間ぐらい北海道滞在しましたけども、いやよかった、今年の私の目標としてですね、激辛47都道府県制覇ということで、残すところ、はい、沖縄のみとなったのでね、まあ沖縄ねちょっと1ヶ月後ぐらいにまたちょっと行きたいかなと思いますんで、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。激辛ブログでね、マジックスパイス のマスターのちょっと貴重なお話、記事にしてますので、ぜひ見てください。またねー。